第三おおおえ、なにこれ、え、おお、机、面白い。みんな見て、不思議当てが進化したんだよ。可愛くない？丸くなったんだよ。ちょっと声もいかついし。で、ポイズンテール覚えた。でもね、なんかこの技結構そんな強くないんだよね。うおー、すっげーっていう見た目だけど、そんな強くねえよ。糸吐く、なんだこれ。あ、素早さか。まあそんな大丈夫じゃない。と、見て、クロコダイル。アルバスタから持ってきた。でね、今地面タイプの技、穴を掘るとか持ってないから、噛みつくでやるしかないんだよね。あ、すごい、すごい、一発で倒した。すげえ、クロコダイル。お、石住まい。あれか、岩パレスの進化前か。ってことは岩タイプ入ってるよね。じゃあこれ庶民でいっか。確か格闘タイプね、虫タイプに効かないんだよね。よかった、じゃあ庶民の活躍あるんだ今回。あー、かわいい、こんなだったっけ。つぶらな瞳、すげえ腹立つ。騙し討ちされたんだけど、あの顔で腹立つ。耐えた？こいつ防御勝てえぞ。そっか、ポケモンユナイトもこれ原作再現してんだ。ロックブラストいって、ロックブラストめっちゃ、うおお、庶民まで、庶民ここまで追い詰めたの初めて。いけ、当てろ当てろ、よし。お、メガドレインだって。ああ、ギガドレインの劣化版ね。あー、どうしよっかな。ヤドギリの種ちょっと捨てがたいんだよな。タイヤ、いや、鶴の町でいっか。なんか庶民ってさ、物理型って感じじゃなさそうだし。あ、強い強い。これで回復覚えた。ここを通ったらね、もうジムリーダーがいるんだよ。アーティーって言うんだけどね。うぬんっていう変な語尾つける人。あー、待って、この人。今までのピエロとちょっと違えな。この人もピエロなんじゃねえのか。何ここ。落ちたら、もう、奈落なのここ。怖っ。こんなところでバトルするのか。さて、相手虫タイプなんだよな。虫タイプにいいのみたらししかいないんだけど、みたらしね、岩タイプ技持ってねえんだ。どこらがね、岩の落とし持ってんだけどね、レベル低いな。どうしようかな、多分石住まい持ってるよね。石住まい不死で、で、あの、虫、芋虫の進化系。だからどうしようかな。だとすると、不思議アーデン前が妥当かな。いや、待って。いや、ここはね、一旦正面前にし、いや、いたわ。最適なやついたわ、戦闘。戦闘だけ決まれていこう。勝負だ、アーティ。さっきはありがとう。あ、もう3週間前のことか。僕の虫ポケモンが君と戦いたいって騒いでさ、虫の知らせってやつね。ではでは、早速だけど勝負だね。おお、早いな。この人あっさりバトル始めるね。あー、なんか爽やか系か。爽やか系苦手なんだよな。でも虫タイプって弱点多いよな。まあ俺持ってないんだけど。あ、最初ホイガか。あ、最初ホイガきついな。てかホイガ持ってんだ。お前も、俺のなんだっけ、丸役でだっけ、持ってんのか。待って、我慢してみる、我慢。この我慢っていうのはね、ダメージ食らった分全部返すっていう技なんだけど、これで一発で倒せんじゃないかな。これ2倍にするんだっけ、カウンターみたいな。いけ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 。オッケー、半分食らってない。ってことは、おお、強い、打撃ナイス。え、待って、これ打撃でいけんじゃねえか。いや違う、今回はね、打撃回じゃねえんだ。カウンター覚えちゃった。今だ、カウンター覚えちゃった。じゃあ我慢いらねえか。母コウモリ、母コウモリ、多分あれだ、あの芋虫の進化系だ。じゃあこれ不思議アーデでいこっか。名前不思議アーデだったか。こいつあれだね、ハンコックにすればよかったね。いくぜ不思議アーデ。お前にもう弱点なんてね。あいつ草虫タイプだから、葉っぱカッターされても、虫の抵抗とかされても全然効かない。あ、ここのねメイン技虫の抵抗なんだけど、まず嫌がらせするか。嫌な音で相手の防御力下げようぜ。いや、もう効かないね、毒だから。あれ、あ、どうした不思議やで、不調かな。うわ、相手守りしやがった、腹立つ。守る使いやつ多いな、このジム。まあいいや、もう攻めよう、攻めちゃおう。出た虫の抵抗、これ確かね、特攻下げるんだよね。
俺もウルガモスで使ってる。特攻が下がった。でもね、不思議やではね、そんな頭いい技使わないんですよ。おお、3分の1か。半分も効かねえんだな。矢の音で2倍下げよう。くそ、守りイチイチすんなって。いいだろ別に。はい、結果台ね、虫だからお前もだけど。よし、嫌な音当たった。もうこれで一発でいけるでしょ。もうピカチュウのアイアンテールと互角だからね、この不思議屋で。いけ。でもこいつ尻尾あんのか。この巻いてるのが尻尾なのか。ってことはこいつ本体があるってこと。ちょっと気になるじゃん、不思議屋で。お前の殻の中すげえ見てみたい。殻破れないの、殻を破る。あ、やった、不思議屋でレベル、お、そう、庶民ね、ここじゃ使えないと思って、期待しずまい。使えないと思って学習装置持たせてたんだ。いや、でも庶民、よかったな、今回出番ありだぞ。頑張れ、庶民。くっそ、庶民がやられた。でも最後、最後だな、クロコディで行こう。頼むぞ、クロコディ。見てこれ、めっちゃいい音じゃない。みんなの ASMR にして。お、冬になった。おお、びっくりした。ライブキャスターが鳴ってる。あ、誰からだろう。あ、ベル。ねえねえ、今どこ？お願いがあるんだけど、ポケモン勝負しようよ。いきなりだな。え、いきなり来るんじゃねえよな、これ。アイリスちゃんに鍛えてもらって、マジで？あの、オノノクス持ってるアイリスに？すっげえな。ちょっとは強くなったんだよ。強くなったどころかボロボロになってない？もう自分のポケモン守れるはずだから。あ、なるほどね。あ、そうだ。ベルってこうやって強くなってくんだよね。ムンナが奪われちゃったから私強くなるみたいな。なんかそういう第二の主人公みたいなキャラクターなんだよ。いや、いいな、ベル。見て、こいつら全員俺のしもべなんだけど、なんか集めたからみんな踊ってくれるんだよね、見て。オッケー、レッツダンシング。おお、すごい。お客さんを買い、あ、それだけ。オッケー、レッツダンシング。真ん中回ってるだけじゃねえかよ。あれ、ベルがいない。あれ、ベルの父ちゃんじゃない、あれ。あ、来た。おい、私ライブキャスターで言った約束覚えてるよね。やばい、脅されてる。というわけで早速ポケモン勝負だよ。やばい、俺今ベルに脅されてんのよ。どうした？どうした？ゲートでのポケモン、あ、電光、そうだね。あれ壊したら弁償だからな。危ない危ない。でも今俺のポケモン強いよ。多分ここ壊しちゃうよ。しょうがねえな、やってやるよベル。相手になってやる。お前がどれだけ強くなったか俺が見てやるよ。まあでもベルね、結構いろいろあったからね、強くなってると思うよ。あ、オッケーオッケー。もう読んでたぜ、お前の最低のポケモンだと思って俺は打撃を持ってきた。レベル18か、ちょっとレベル差あるな。あ、でもそっか、威嚇持ってんのか。でもこれローキックでいけんじゃねえか。一発耐えるかな。あ、え、これ耐えた？耐えてる？あ、耐えたわ。うまいな、あいつ。やるな、ベル。うまい、いい傷薬使ってきた。くっそ、こいつ俺を手こずらしやがった。やる、強くなったな、ベル。ハーデリアって結構強いぞ。オッケー、ムンナね。でもレベル18か、結構いける気がすんな。あ、これクロコディーで積んでんじゃない、ムンナ。クロコディーね、地面タイプと悪タイプなんだよ。だからムンナ多分エスパータイプ技しか持ってないんじゃない。はいはいはい、ベル、どうする？クロコディに何ができる？はい、威嚇で攻撃、まあ攻撃避けても意味ねえか。噛みつく、読み取った。やばい、読み取られた。もう相手対策してんな。最初泥かけしちゃおうかな。いや、もうムンナ何もできないよ。ベル、最高ウェーブ打ってみな。あ、封印？何封印したんだろう。相手の技封印した。何封印されたんだろう。怖いな、噛みつくしていいのかな。あ、とりあえずできるね。そう、クロコディ攻撃力高いんだよな。あ、ふたちまる。あ、みじまるの進化系ね。進化したんだ。よっしゃ、じゃあ、御三家勝負しようぜ、御三家勝負。どうよ、ふたちまる、どんなだっけ。うわ、なんか腹立つ見た目。あの顔すげえ腹立つ。グラスミキサーしてやる。回せ回せ。おお、耐えた。やるな、ふたちまる。いいな、俺も名前庶民丸にすればよかった。攻撃食らわされたな。いいぜ、メガドレインしてやる。あー、うまい。ベル、しっかり薬使ってくるね。薬は使っちゃダメだ。いい傷薬使ってくるね。バオップ、あ、バオップ持ってきたの。
じゃあこれクロコディでいいかな。あ、へえ、バオップね。いけ、噛みつく。耳ちぎってやれ。お、何その帽子のかぶり方、かわいい。私は私や、うん、びっくりした。私は私やチェレン。それにアイリスちゃんのように強いトレーナーにはなれないけれど、カノコタウンを旅立ってからいろいろな人と出会って、私のやりたいこと、やれることを考えているの。そういう意味でポケモンはた、私にたくさんの初めてをくれたんだよね。ベル成長してるね、人間として。ポケモンを取られて大変で不安でどうしようもなかったけど、それでも言えるの、旅に出てよかったって。それに、ポケモンといることがすごく大事だって分かったし。じゃあまたどこかで会おうね。バイバイ、あたし。え、ベル、これで最後なの？なんかすごい最後感ない？ベル、元気でやれよ。これでもうベルと戦うことねえだろう。でさ、ベルはいいんだけど、あ、ここ砂漠だ。ベルはいいんだけど、あいつなんだよ、問題は。あいつさ、俺ここでクロコダイルを捕まえてる時からずっとここにいるんだよね。お待たせ、チレン。何やってたの？いやあ、私、君がビートルバッジを手に入れるの待っていた。ずーっと待っててくれたんだ。ありがとうね。ありがとう。でもすごいね、怖かった。君がずっとそこにいるからすごい心配してたんだよ。どちらが強いトレーナーなのか。もうこいつはね、もう強さしか求めてない。ベルと違う。人間として成長はしてると思うけど、ほんの少しなんだよね。ベルはすごい成長したけど、こいつ全然成長してない。俺がお前の底辺っていうことを覚えさせてやるよ。豆パト？豆パト？嘘だろ？チョロ猫じゃねえの？待って待って、お前それはずるだろ、チェレン。そのくちばし取って。あ、すごい、ひるんだひるんだ。はいはい、砂嵐の地獄はどうだ。ここでバトル仕掛けようとしたお前がバカだったら、俺のクロコダイルには手も出ねえぜ。ヤナップ。ヤナップ草タイプか。マジか。草タイプ、ヤナップ持ってたんだ。じゃあ俺ヒアップ持っといた方が良かったの？マジか、俺ヒアップ使いたくねえな。だってあいつの進化系すげえさ、なんかロングなんだぜ。みんな知ってるかな、ヒアップの進化系の見た目こんな感じなんだよ。画像は張るけど、あ、強い強い。あー、でもやっぱあれだな、虫食いそんな強くねえんだな。お、あ、待って、これポイズンテールでもよかったな。あ、さあ最後チャオブーだ。どうしよっかな、庶民で行く。頑張って庶民。体当たりどんくらい効く？おー、でも半分急所か。あー、そうだ、何持ってんだっけ。オレンの実か。あ、お盆の実。え、くれ、お盆の実。ニトロチャージ素早さがるんだっけこれ。わ、やばいやばい、マジか。ニトロ、結構強そうじゃない、ニトロチャージ。待って、次で終わるんじゃないか、もしかして。庶民初めての敗北。うわ、待って、全然効かねえ。これ宿歴の種ってさ、次のポケモンにも回復してくれるんだっけ。スモック、うわ、汚ねえ技された。あ、そっか、あいつ素早さ上がったんだ。エパルダス、待って、あと1体残ってたか。あー、じゃあ不思議は出ていこうかな。そっか、こいつに虫食いするべきだったか。レパルダスに進化したんだね、チョロ猫。レベルいくつで進化なんだろう。あ、でもまあレベル20っぽいかな。イチャモン、なんだイチャモン。イチャモンってなんだ、そういう挑発みたいのあるけど。あ、オッケーオッケー。いやー、そっか、シギアで食らうんだった。あー、なるほどね。あー、待って、ごめんごめん、ポイズンテールしかない。やばい、それはね、当てて、不思議屋で頼むよ。うわ、くそ。なるほど、君が強い理由はポケモンとの信頼関係かもしれない。だけど問題ない、僕だってチャオブーたちからもっと強さを引き出せるよ。こいついつまでたってもガキっぽいな。誰だ、博士、どこにいる。ちょっと、ハイジじゃねえ、ラビだっけ、いないよ。はーい、私ちょっと付き合ってくれない。博士、何かご用ですか。ベルは呼び出しに気づいてないよね。何に夢中なのかしら。後で別に連絡するしかないわね。じゃあお二人さん。あ、今ポケモンセンターかな、ダイモンシティ。唐突に来て一方的に話してきたな。さあ砂漠ね、ここなんかめんどくさかった気がする。さて、まず回復するわ。
ここでね、回復できるんだよ。こいつね、今俺が持ってるクロコダイルの進化系なの。グググ。名前なんだっけな。ワルビアルの前ってなんだっけ、ワルビールみたいな。そんな感じ。ビールみ、お酒みたいな名前だね。さあ、ここ砂漠だ。おお。あ、これあれじゃない、スカイアローブリッジの続きじゃない。案外早く来れたな。あ、くっそ、案外早く着いたわ。お、荒ラギ博士。あ、マスターボールもらえるのかな。はーい、私こっちに来なよ。あ、チレンか。カミツレに、カミツレ、カミツレに呼ばれて電気タイプのポケモンのことを、あ、ジムリーダーかな。いろいろ聞かれているときに、君たちのことを思い出して。で、用事というのはこれ。ドサイドーン、サービスよ。はい、チェレン。はい、私も。ハイパーボール、あー、まずハイパーボールか。そういえばスーパーボール扱ったな、スーパーボール。ハイパーボール初めてかも。あ、ハイパーボール便利。ハイパーボールはガンガン使うべきだと思う。ちょっとおかしいけど旅楽しみなさいね。そっか、博士も一応トレーナー時代があったんかな。意味じゃないのは分かってるよね。さてと、ベレンに会わなきゃね。おー、大変だな博士。あんな砂漠通るのか。頑張ってな。博士って今もミネズミ持ってんのかな。僕たちを旅立たせるためポケモンと図鑑をくれた。そういうことらしいね。母さんが教えてくれたよ。僕たちに世界を見せたいからって、君のママとベレのママ3人で荒ラギ博士に頼んでね。ああ、ここで親のありがたさに気づくのか、チレン。さて、私これからどうしようか。そうだな、4番道路でまだつかめ、ああ、4番道路のポケモン見とく。じゃあ4番道路のポケモンこちら。おお、ずいぶん賑やかな街だな。大モンスター、お、どうしたじいさん。あれ、プラズマ団じゃん。じいさん、あんたが育てやってんのは知って、ここまで来たの。なんだって、俺たちプラズマ団だからさ、俺たち人のポケモンもらってん、奪ってんだよ。もらってるじゃねえ。育て屋と言ったらいろんなポケモン預かってんだろ。そんないなかったぞ。モンメンとチリネぐらいしかいなかったぞ。それ俺らによこすよ。待って、俺の夢みんなが預けてるはず。やめろおじいさん、俺の夢みんな預けんな。なんという無茶を。無茶ぶるね、無茶ぶる。おー、強そうなトレーナーさん、助けておくれ。俺のこと強そうって思ったか。さすが見る目あるな、じいさん。邪魔だってするなら、お前のポケモン奪うぜ。あ、待って、戦闘ポケモン何してたっけ。さて、プラズマ団、もうそろそろ新ポケ出しても平気だろう。メグロッコ、ミネズミ、チョロネコ以外。おアロエさんが持ってるやつ持ってんのか。お、ヤブクロン来たぞ。ヤブクロン、これ、あ、毒タイプか。毒単体だよね。あの、ゴミ袋みたいなやつ。ダストダスか、進化系。そういえば、いたね。そっか、こいつ、こっからだったんだ。よし、じゃあ、攻撃力下げて。よし、じゃあ、砂地獄じゃなくても、一回噛みつくでやろう。あー、強い強い。さすがクロコダイル。やばい、特別された、交換できねえ。まあ、でも、こいつで最後だよな。最後だ。なんだこいつ、ひとまず逃げるとするか。あ、お前はいいの、遊園地でやり過ごそう。かわいいな。黒ずくめかよ。じいさん、ありがとうよ。こいつは気持ちじゃ。遠慮せずにもらってくれ。新品の自転車でライモンティシティを観光する予定だったが、結局ならずじまいでな。じいさんで自転車はもうきついかな。あ、よかった、自転車もらえたわ。おーい、私、お、ベル、もうここまで来た。博士に教えてもらったけど、ライモンシティって見どころいっぱいあるんでしょ。遊園地でしょ。ビッグスタジアム、かっこいい。リトルコート、それにバトルサブウェイ。あ、バトルサブウェイね。私はミュージカルに行くつもりなの。じゃあね。あ、ミュージカル、あ、あれだよね、ポケモンダイパでいうポケモンコンテストだよね。俺も行こう。おー、ずいぶんキラキラしてんな。あ、私ミュージカルが気になる。じゃあ一緒に入ろう。うわ、眩しい、眩しいな。画面明るくしてるから。お、エレガントなじいさんいるね。すごいでしょ。やあ、君たち、はじめまして。私はこのミュージカルのオーナーです。よろしく。ふーん、なんというか君たち、いい感じのトレーナーですね。ポケモンにグッズをつけて着飾ってみてあげると、
ドレスアップというのですが、ぜひ、ああ、ポケモンコンテストと一緒だっけ？でもこれね、確かポケモンコンテストと違って勝敗なかったんだよな。何が面白いんだろう。まあ、ポケモンに衣装をつけるのが面白いんだろうな。ああ、ちょっとやってみたい。おおおお、あ、なるほど。こうやってつけるのか。ちょっと懐かしい。メガネつけられる？丸役で。あ、できた、できた。どうやってつけんのお前。片目でいいの？丸役で。そんなんでいいのか？こいつさ、傘とか持てんのかな？やっべ、やらかした。これ、手あるポケモンじゃないと持たせられねえんだ。じゃあもういいや。なんか、スカートつけようか。うわ、こいつスカートもつけらんねえ。おー、すごい、エレガントで可愛くて、すごいインテリ系になった。どういう飾りだ、これ。全然様になってねえな。じゃあね、私。じゃあ俺、ちょっとここ、ミュージカル参加してくるわ。ようこそミュージカルへ参加していた。あれ、さっきのオーナーさんじゃね？今回の参加者は、ズミオで参加のユージンさん。全然わかんない。ズミオがわかんない。誰だ？赤帯で参加のヒデオさん。チュリリン。あ、これチュリネじゃない？参加のゲルダさん。ゼルダみたいな名前。不思議屋での、あ、不思議屋でか。俺さっきなんて言ってたっけ？あたしさん。そして参加する演目は、スタロダム。待って、わかんなかった。ごめんなさい。男の人のお客さん人気のある演目ですね。あ、そうなんだ。男気のあるやつね。祭りね、祭り。じゃあ、なんかかっこいい系がいいよな。なんで俺こいつ選んだんだろう。まあ、でもさっきのさ、この飾りでやりてえな。いいよね、これ。三つの要素がある。キュートと、インテリ系と、エレガント。もうこれ勝ちでしょ。あ、待って、これ視点移動できる。おお、なんだ ?AKB でも始まるのか。おおおお、いかついやついる。なんだっけ、ヒデオだっけ、あいつ。あはは、マリアクで、マリアクで、なんだっけ、不思議派手だ、不思議派手。一人やべえやついる。毒針撃ってくれぞ、毒針。似合ってねえ。なんもできねえ、こいつ。これ確かさ、傘とか持ってたら飛ばせるんだよ。ダメだ、こいつ。なんも飛ばせねえよ。なんも出てねえもん、下画面。俺、どこに座ってるかな、ここらへん。おい、あ、そう、俺これやりたいんだよ。俺もこれやりたいんだよ。なんでお前できねえんだよ。なんでお前手持ってねえんだよ。せめてその、触覚かなんかでリボン取れ、帽子取れ。あー、でもみんな踊りうまいな。これってさ、俺なんかやることあんの？これなんか、あれだな。タッチするとかねえな。リズムよくタッチしよう。はい、はい、はい、はい。あ、みんなうまいね。あ、転がるならホイーガの得意技よ。ほら、かわいい、綺麗。お、なんだ？なんか一体だけなんか飛んでるぞ。どうした、あいつ。あ、待って、これ優勝ってこと？あれ、これ勝敗とかあるんだっけ？なんか、順位みたいになかったよな、これ。お疲れ様です。とっても素晴らしいミュージカルでしたね。その証拠にほら、お客さんから皆さん宛てにお便り預かってます。いやー、嬉しいですね。順番に。うわー、これ順位やるんだ。俺、2位じゃねえかな、そしたら。4位？あれ？ベルの父ちゃんじゃね？パパ？どうしたの？こんなところで。どうもこうも、お前を連れ戻しに来たんだよ。ママから聞いたけれど、ここまで旅をしたんだ。お相撲さんだな。もう十分じゃないか。ここで連れ戻すの？嫌なジジイだな、こいつ。嫌だ！そうだよね。そんなここまで来て連れて帰れたくないよね。私やポケモンと一緒に旅するんだもん。やばい、告白されちゃった。照れるな、こんなところで。ダメだ。多少は多少。うちはうちだよ。だったら、私は私。あ、違う、ベルのことか。パパはパパだもん。告白されたかと思った。うわ、恥ずかしい。お嬢さん、旅を続けなさいな。あ、さっきのオーナーか？誰？ちょっと、どなたです？あ、パパか。親子の話に。
カミツレット、あージムリーダーじゃん。ここのライモンのジムリーダーやモデルをしています。あ、モデルしてんだ。なんか兼任してる仕事、あ、仕事で兼任してる人いるもんね。掛け持ちっていうのか。もちろん世界にはいろんな人がいます。自分とは考えが全く異なる人もいて、時には傷つくこともあるかも。そうでしょう、とも。そうなんです。私はそれが心配で心配で。ですが、そうしたことを繰り返し、自分と他人は違うことを、そして違っていて当然だと知っていくのが大事ですよね。うわ、名言だ。名言が生まれた。まさかポケモンで名言が出てくると思わなかった。カットしようかな。それに心配しなくとも、トレーナーのそばにはいつも、ポケモンがいてくれます。ベルのポケモン、なんか頼もしくねえけどな。いつもは可愛いのに、いざとなればすごく頼れる。あ、待って、モデルさんってことは女性この人。素敵なポケモン。お願い！パパが心配するように、大変なことがあるのは知ってるよ。知ってるもん。だけど、いい人もいるし。やばい、ちょっと BGM が泣けてくる。ポケモンと一緒に私もちょっとは強くなったんだよ。だから、やっぱダメだって言え、パパ。そうだよね。もごもごしちゃった、パパ。旅を続けたいのがベルのわがままというのなら、旅をやめさせたいのは私のわがままだ。そうだね。自分のわがままとベルのわがまま違うからね。やばい、いいこと言った、俺も。バトルサブで乗って戦う。あ、ここがね、今までのダイパーでいうポケモンタワー、バトルタワーだね。ここでなんか連戦してさ、なんだっけ、7戦目ダンテと戦うって感じなんだけど、まあ、とりあえずジム向かおっかな。ジムの前まで行けたら終わろう、今回。うーわ、出た。出た、俺の苦手なやつ。遊園地の奥に逃げていったよ。あ、なんだ、教えてくれんの？ついてきたまえ。なんだお前、優しいやつじゃん。お、なんだ、あそこ、ゲームセンターか。え、観覧車乗るの？え、デート？これ。いないね。観覧車に乗って探すことにしよう。あ、あ、いたいた！観覧車乗ってる！ちょっとなんでこいつと観覧車乗んないといけないのよ。最初に言ってくよ。僕がプラズマダの王様、あ、知ってるよ。もうオープニングで見たもん。へへ、ちょっとやだな、この絵面。あ、もうちょっと待って！あ、水！あ、ごめん！水こぼした！やばいと！くそ、今！もう！N 様、ご無事ですか？問題ない。なんで俺が襲ってたみたいなこと。ポケモンを救うために集まった人々も僕が守るよ。僕が戦う間に君たちはこの場から離れたまえ。お前、さっき探すの手伝ってくれたんじゃねえのか。さて、私、僕の考え理解できるか。いや、全然わかんない。ごめん、さっきまで話聞いてなかったんだ。そうかい、それは残念だ。さて、僕に見えた未来。やばい、エンペラーアイじゃん、エンペラーアイ。ここでは君に勝てないが、逃げるプラズマ弾のため相手してもらうよ。くそ、こいつプラズマ弾の考えと一緒なんだな。まあでも、こいつもともと俺も苦手なやつだしな。さて、今まで持ってたポケモン、そっか、こいつちょこちょこポケモン変えるんだっけ。はいはいはい、ポケモン変えてきたね、メグロコ。俺の最初なんだっけ、不思議やでか。あー、でもいっか、不思議やでで。あ、ちなみにね、メグロコって防御力がめっちゃ低いから、これ虫食いできると思う。差し押さえ？なんだこれ。道具が使えなくなった。あ、強い。そんな技あんの？あ、出た、ダルマッカ。これは、メグロコ、あ、クロコダイルでいいべ。メグロコダイルね、メグロコダイル。ダルマッカ。こいつね、進化系が強いんだよね、ヒヒダルマって言うんだけど。攻撃力がめっちゃ半端ない。待って、砂地獄行けかな？行け、クロコダイル。クロコダイルの技って知らないんだよな。俺なんだかんだでワンピースのアラバスタ編見たことねえんだわ。炎のパンチ持ってんのか、強いな。うわ、半分食らった。いや、でもこれ噛みつくでいけるだろう。しかもレベル高いな、そこそこ。22か。3つ差とはいえ、レベル20まで来れたらもうレベル差関係なくなってくるよね。ズルック、ズルック来た、ズルック。こいつはね、打撃でいこうかな。確か悪格闘だから格闘タイプ効果抜群じゃないかな。ズルックね、あのなんか動きが可愛いんだよ、見てて。ほらほらほら、ちょっと伸ばして脱げちゃうのよ、可愛くないあれ。
シンボラ？なんだシンボラ。うわ、あれエスパー飛行タイプっぽくない？カウンターするか、カウンター。あーでも待って、サイキそうだよ、特殊技ってこれ食らわないんだっけ。あー待って、じゃあ睨みつけるし、そこ。うわ、相手早いわ。行くぜ、噛みつく。うわー、あいつ足速えな。足というか、うわー危ねえ。急所倒せ倒せ。うわー大丈夫かこれ。次、庶民の体当たりでいけっかな。頼むよ庶民。庶民足速いからな。もし耐えられたとしても耐えてくれ。耐えろ耐えろ、エアカッター。庶民ならいける。うわ、足よく耐えた。うわ、最後シンボラに3体もやられた。しかもレギュラー陣が。うわ危ねえ、こいつも強くなってるな。君は強いな。だが僕には変えるべき未来がある。そのために。おお、近いな、来んな。僕はチャンピオンを超える。誰にも負けることのない唯一無二の存在となり、ドアップきついな。全てのトレーナーにポケモン解放させる。君がポケモンといつまでも一緒に。君顔白いね、病気大丈夫？そう望むなら各地のジムバッジを集め、ポケモンリーグに向かい。なんで命令口調なんだよ、腹立つな。そこで僕を止めてみせるんだ。お前あれなんだ、帽子に N って書いてないんだ。まあ、書いてたらダセえな。それほどの強い気持ちでなければ僕は止められないよ。あれ、ちょっと今回初めて N の話まともに聞いたんじゃない？これもう一回入れんのかな。入れねえわ。もうジム戦入れるかな。もう これジムバッジだよね。そうだよね。あ、入れた入れた。うわ、ジェットコースターだ、懐かしい。ここ面白いんだよね。あ、待って、入っちゃった。じゃあまた次回。